なるほどね、わかります。うん。僕たちは、あずみちゃんとか私が、全然有名じゃない人たちなので、まあ、存在が誰も分かってないから、なので、僕たちの動画は30分と1時間ぐらい誰も見ないです。全然わかる見わかない。る、うん。だけど、ビューズは日本語で何て言うんですか、ビューズは。視聴者数。それが、視聴者なん数とか、か視聴数。視聴数。視聴数、うん。視聴数、なるほど。視聴数、OK。で、安住の YouTube で、みんなはですね、安住ちゃん。会話がよく見るのがすごく好きで、会話見るのが、例えば、こういう会話、ね。外国人だったら、こういう会話でもすごく参考になると思うし、で、日本人だったら、外国人日本語話したら、何について話してるかっていうふうにちょっと気になってると思って、もうそれがみんな見ると思うでしょ。で、あずみちゃんの YouTube で一番、視聴数動画、一番すごい視聴し、ちょっとそうみたい、タングリッシュみたいね。視聴数は、視聴数があるのは、視大聴きい数のがは、い、そう、一番大きいな、視聴数だね。一番視聴数が大きい、多い。一番視聴数が大きいのは、5分の動画で187ビューズがあって、そこの中で、あずみはもう一人の人と会話してるじゃん。で、for example だけど、Learn Japanese Language from Zero with Dan っていう動画があるじゃん。ね、5ヶ月前の動画だけど、そういう動画は5分だけで、ビューズもすごく一番トップだから、そういう動画作った方がいいと思うし、だからみんなそういう動画を見るのが結構好きでしょ。それでも分析するとさ、一番そうだと思うんじゃないですか、私。みんながそういう会話見るのが結構好きだと思うけど、わかった。そうそそうだね。う。だからね、そうだそうね。なんだ。そういう感じで教えてますよね。すごいですね。わお。わお。そうだね。なんか私そんなに結局 YouTube のためにビデオ作ってなくて、YouTube に上げてるだけで、その YouTube 向けのコンテンツとして時間を作ったり録画したりしてないのね。だからこうやって撮ってるのをさ、例えば編集して、じゃあ使えるところ3分とかに、もしね、私が本当に YouTube 頑張ろうと思えば、やることがあるかもしれないけど、今は そうだね、今はやらない、今そんな時間はないから、こうやって、別に、でも別に、じゃあ編集しなかった、なんだろうね、編集するってほら、エンターテインメントでしょ？で、そのエンターテインメントで、その喜ばせる、何かキャッチーな一つのトピックで喜ばせるっていうのが YouTube やだれとる思さ、ってるんだけど、でも私がやってるのって全然逆で、別にそういうキャッチーなものだけボンって出してるんじゃなくて、面白くないところもある、面白いところもあるっていう普通の会話でやってるから、本当に YouTube を見たい人が、欲しいコンテンツじゃないのね、そもそも。本当にそうだ、でも YouTube が見たい人が欲しいコンテンツではないけど、例えば語学を、日本語を勉強してる人だったら、日本語を話してるのを、ただ静かに「ふーん」と思いながら「ふーん、そうなんだ」って思いながら見るぐらいで私はいいと思ってて。でもあれだね、あれかな。でも、あずみが今やってる、YouTube は、なんかめちゃくちゃすごいと思うんだけど、僕の家の中でとか、インスタグラムで、みんな日本語勉強してる人たちなんですよ。日本人もいるんだけど、今僕はやってる仕事は、日本の方にヒンディー語を教えたりとかしてて、
それであまり日本の方がインスタグラム出ないんだけど、でも日本語を勉強してる外国人が結構いて、あとこうやって日本語が勉強できる動画があんまりなくてさ、そういうことで僕はあずみちゃんの YouTube をインスタグラムで宣伝して、あとはこういう動画今作ってるじゃん。そういう動画は録画できてるかどうかわかんないけど、僕はね、できてないですか？多分ないかな。今録画してるよ。なるほどね。で、そういう動画で、僕は YouTube で投稿してて、みんなも会話が勉強にとか参考にすごくなる、もちろんなると思うから、絶対にみんなが見に行ってて、だんだんできるだけ僕たちがこうやってこうとかすると、いいことになるんですね。いいこと になでるしかょ？な。なるんですよ。で、なるよ。もちろんなるよ。信じてよ。しばくんはじゃあインスタグラムはをい。よく使ってるの？インスタグラムめっちゃ使ってる、私。じゃあインスそタのグラ YouTube の宣伝とかもインスタグラムでするってこと？ああ、そうですね。そうですね。インスタグラムでね、すごいいいプラットフォームだと思って、なんかハッシュタグ使ったりとか、みんなとライブしたり、自分のチャンネルについても相手のことについても分かるようになってくれて、なんか教え合うみたいな感じで、すごくライブとかもやってるんで、インスタグラムでね。ライブもしてるの？してます。そう。インスタグラムでライブがすごく大事。なんか、フォロワー者と一緒に、フォロワーズ、I don't know how to say in Japanese, but followers いいとよ、一カ緒タカナに、でフォロワーでいいよ、フォロワあ、そうなんですー。か。フォロワー。で、やり取りすると、すごく、なんか、仲が良くなると、みんなが応援してもらうし、そうこれだからね。も応援することができるので、そうすれば、すごいと思ってね。そうだね。でもそれがまさにその私が今スイッチでしている感じだね。そのスイッチそうでもすね。チャットしてくれたら私がこうやってね、ありがとうありがとうみたいなのできるから そうだね。そういうスイッチって、パソコンでできますか？今、パソコンでやってるんですか？私はパソコンでよく見るけど、スマートフォンだったらアプリで見れる。スマートフォンで見てる人もいると思うよ。わあ、すごいじゃん、すごいじゃん。でもね、別にあんまり、インスタグラムの方が、広がりは大きいんじゃないかな。大きいですわよ。かんないけど。でも、じゃあ、ちょっとアドバイスしてよ。インスタグラム、実は私やってないんだけど。